もしもし、ゆうきですが。なんだ、ゆうこね。どうしたの？あれね、私はあんまり気が進まないんだけど。無茶言わないでよ。そんな何十万もポンと人に貸せるほど裕福な暮らししてるわけないでしょ。調子いいんだから。え、そんな急な話なの？ずいぶん手回しのいいことで。引き受けない方が良かったかな。大変ね。何かいいアイデアないって、ママが相手じゃ聞くだけ無駄か。あ、失礼ね。こう見えても昔小説家を目指してたこともあったんだから。へえ、初耳だな。いつの話だい？中学生の頃よ。その時に書いたものって何か残ってないのかい？あいにくだけど全然。結構際どい内容の恋愛小説だったからね。親に内緒でこっそり書いてたの。でもそのうち見つかってみんな捨てられちゃった。ああ、そりゃ残念。それに仮に残ってたとしても恥ずかしくて今更一人なんか見せられないわよ。まあいいや。じゃあさ、いいアイディアがあるんならそれ聞かせてよ。なんちゃって残念だけど私の場合恋愛小説オンリーでね。そういう SF チックなお話は専門外なの。なんだよ、ちょっとでも期待した俺がバカだったってわけか。ああ忙しいのにあんまり邪魔しちゃ悪いわね。じゃあ寿司おけ下げるわね。あれでしょ、タイムマシンで過去や未来の世界を行き来して歴史を変えようとする悪人をやっつける。まあそんな感じやねんけどな。すごい、本物のタイムパトロールが見られるなんて感激。ところでおじさんさ、名前なんて言うの？勘弁してえな、まだそんな年やないやさかい。わい、一郎を言うね。一郎？なんだかな、あんまり未来っぽくない名前ね。ほっとけや。あたしはルリ、結城ルリよ。ルリちゃんか。ルリ、結城ルリ？
や見たことのある名前や思ったやけど、いや、いいわ、なんでもない。あのさ、イーさんはどうしてうちに来たの？あ、イーさんって、そう、ワイのこと？うん、一郎のイを取って、イーさん。まあ、けどな。で、なんやったっけ？どうしてここに来たのかってこと。ワイがここに来た理由か。前科10班の犯罪者で、毒蛇兄弟言われてる二人組がおるんやけどな。毒蛇兄弟？誰それ？一人は40近い小太りのおっさんや。本名は赤間厚志言うねんけど、赤間虫のあだ名で通っとるわ。もう一人はポロッとした20代のあんちゃんでな。こっちは本名が青田石尾で、あだ名が青大将や。赤間虫に青大将、変な名前。まあ前科出版言うても、空き巣や黒逃げみたいなすごい受験ばかり起こすちびれやけどな。なんでも昔は芸人で腕もなかなかのもんやったらしいけど、それもんやさかい音を犯罪に手出すようになってしもうたんやて。まあこれだけやったらワイが追いかけますような相手やないんやけど、こいつらどっからかタイムマシンを手に入れよったんや。